1891年の札幌市街図。地域北部の中央を流れるのが作手こと2川。左側は植物園の泉を水源とするセロンペツ川。作手こと2川は北海道札幌市北区を流れる小さな川で新川水系こと2川支流の巡洋河川である。ほとんどの区間を北海道大学敷地内で占める。水源が枯渇し、 流れのなくなった自然河川を2004年に再生事業により復活させた。川の名の由来はアイヌ語で浜の方を通ることに川を意味する咲くことにから。咲くしことに川、咲くしことに川、咲くしことに川、咲くしことに川とも書く。北海道札幌市北区の北海道大学生門付近から河川として流れ出る。キャンパス内を北に流れ。 環状通のエルムトンネルで西に折れ、環状通りと石山通の交差点そばで地下に入る。その水は総園シンカーと合流した後、ことに川に注ぐ。札幌の中心街は豊平川線上地の上にあり、地下水が豊富だった頃にはその先端のあちこちで水が湧いて消火栓を作っていた。作手ことに川もそうした小川の一つで、元来は、 北海道大学植物園の北にある伊藤邸にあった泉を水源とし、北流して、海楽園の泉、ぬさめの水を合わせ、北海道大学校内へと流れ込んでいた。小さな小川であったが、昭和初期までは、鮭の素上も見られたという。周辺の都市化による地下水位の低下により1951年に水源が枯れ、雨の時にしか水を流さなくなり、 後に一部が埋め立てられ、姿を消した。21世紀初めに作詞ことに川の再生計画が持ち上がり、2004年に北海道大学のキャンパスの南端から流れる小川として復活した。川の水は札幌市中央区伏見の藻岩浄水場から浄水過程で発生した放流水を廃止された水道管などを一部区間に使い浄水している。ありがとうございます。